どうもこんにちは。今日はですね、動物たちのですね、重さの方を測っていく動画となります。で、まず最初はですね、青大将の青さんになるんですけれども、青さんのね、動画見てて気づいてくれた人がいまして、飼育1ヶ月目の時に、こちらのね、測りを使ってたんですけれども、これをね、ゼロに合わせた時にこのまま置いたんですね。このまま置いて、次青さん入れて蓋したんですよ。で、その時にですね、あの蓋の重さをですね、引いてなかったんで、蓋の重さがプラスされてたんですよね。で、それを1ヶ月目の時と繰り返してしまって、正直最初の時実はですね、もっと太ってました。飼育0ヶ月目の時にはですね、16g で、飼育1ヶ月目の時に 20g でした。飼育0ヶ月目の時は蓋の重さを引いてなかったので、蓋の重さがですね、4g プラスされていたので、今回ね、気をつけてやっていきたいと思います。なんでね、もう早速これ引いておかないといけないんだな。はい、4g ね、0にして、蓋の、まあでも早速ね、青さんちょっと取り出そうかなと思います。まあ蓋の重さは 4g って分かったんでね。よし、青さん、お前成長してるだろう。はい、はいはいはい、元気っすね。この子ね、マウスをですね、結構食べてくれるようになったんですよ。ピンクマウス。ああ、出ちゃダメ。ごめん、ごめんね、出ちゃダメ。出ちゃダメ。あんた成長してるかどうか見ないと。ほら。ね、やっぱ大事だからね。はい、絶対成長してる。18g かよ。もうちょっとあるでしょう。はい、青さんですが、あ、臭いの出したこいつ。うん、なんか雑草の匂い、雑草ですね。雑草っぽい匂い。18g 本当に今どっかおかしいとこ触ったかな。で、青さん前回ね、0ヶ月の時に 16g、 1ヶ月の時に 20g、 今回ちょっと痩せましたね。結構食は食べているようなイメージはあるんですけれども、18g ですね。何だろう。あ、そうか、タッパーの重さって言うとタッパーねえもんな。お前なんでだ。結構ね、最近ピンクマウスを食べてくれるようになりました。普通に全然ピンクマウス SS サイズとかをですね、問題なく食べてくれます。で、まあ困った行動もですね、最近しなくなりまして、だいぶ落ち着いてくれたかなっていう感じはありますけれども、やっぱりですね、ビクビクしてます。まだこの小ささですので、全然人に慣れてはないっていうのがあります。で、コーンスネークと比べるとですね、本当にね、こいつはでかいと思います。コーンスネークの飼育2、3ヶ月目とか生まれて何ヶ月目よりも全然でかい。で、爬虫類ショップにこいつと同じ時期に生まれたコーンスネークいますけれども、もう本当にね、違う。もう全く違うぐらいのでかさです。ねえ、割とね、綺麗な柄してるんですけどね、これ。もうそのうちなくなっちゃいますよね、この柄。で、青大将ね、匂い出しませんかって言われてるんですけれども、今出しましたね、こいつ。なんか、臭い匂いというよりかは、雑草ですね。もう雑草をすりつぶしたような匂い。もう本当になんかこう動物臭かったり、なんか特殊な、なんかこう独特な匂いっていうよりかは、まあ普通に多分ですね、なんかこういう匂いを普通にどっか歩いてて匂ったことがあるような匂いだと思います。まあ僕の場合ですけど、これは草刈りとか草引きとかしてたら、ちょっとある特定の草はこういう匂いがしたりするような草っていう感じですね。もうそういう匂いですので、かなり、うわ臭い、部屋の中臭いぞっていう、ちょっとこう気になるような匂いではありません。ちょっと久しぶりにこんな、なんていう、まともなこと言ったと思うね、青さんね。青さんね、でも結構上に行く習性があるんですよね、この子。やっぱり青大将ってね、グリーンパイソンみたいにね、木の上にね、
ちょっとこうトグロ巻いてですね、いるんですよ。でっかいのが。うちの近所にですね、椿の木があって、その木の上見たら、ぶっと青大将いるんですよ。上に。まあ、今は言わないですけど、いたんですよね。で、まあね、ケージも、この子はですね、まだまだ先っす。わあ、目覚ましになってる。もう全然先ですからね。もうしばらくはこのままで行こうと思います。で、まあ、だ子供ですね。ちょっともうこれら辺で終わりたいと思いますので、また質問とかですね、コメントあれば、動画の方で、もしくはツイッターの方でね、よろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。